会場にお越しの皆様、そして放送をご覧の皆様、 VOM インタビューを行います。本日セットカウント3対0で見事勝利を収めました JT マーベラスキャプテン田中瑞稀選手、お願いします。まずは今日開幕戦という形での勝利になりました。改めて試合を振り返ってください。はい、開幕戦ということで、まあ、緊張だったりして少し硬さもあったんですけど、しっかりストレートで勝ち切ることができたので良かったと思います。第2セットはかなり苦しい展開から田中選手も途中から入っていい流れを呼び込んだんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。そうですね、まあ、自分たち JT マーベラスは誰が出ても強いチームというところを目指しているので、まあ、交代で入る選手だったりスタートの選手だったりしっかりそれぞれが役割を担って、はい、勝ち切ることを目標としているのでそこができたと思います。田中選手はどんな気持ちで今日はそのコートに立たれましたか。どんな気持ちで交代した瞬間ですね。交代した瞬間、まあ、入った時はあまり流れが良くなかったので、まずチームを落ち着かせることを一番に考えてコートに立ちました。その流れもありまして見事3対0の勝利となりました。改めて今年の JT マーベラス、どんなチームか教えてください。そうですね、それぞれの個性がすごくあって、こう誰が入ってもいろんなこうチームのカラーになれるというか、本当に強みがそれぞれあるので、非常に強みがあるチームということでございますね。はいはい、去年は、まあ、昨シーズンは5位という成績でした。今年はいろんな思いがあって臨む土地なんじゃないかとは思いますが、そのあたりの思いはいかがでしょうか。そうですね、今年は、まあ、リーグ自体も短いのでしっかりスタートから勢いを持って戦って優勝というところを目指してしっかり勝ち切っていきたいと思います。見事初戦勝利で飾りました。そして明日もまたこちらの会場で今度は埼玉上尾との試合が待っています。会場にお越しの皆様、そして放送をご覧の皆様にぜひメッセージをお願いします。はい、今日も応援ありがとうございました。久光さんのホームということもあり、もっと私たちのゲームも、皆さん会場に足を運んでくださると嬉しいです。よろしくお願いします。見事開幕戦勝利で収めました田中瑞稀キャプテンでした。ありがとうございました。